駅構内、小野屋駅は、大分県由布市庄内町東町方にある、九州旅客鉄、道久台本線の駅である。駅名は、地名からではなく、開業当時に駅近くにあった、小野屋支店の屋号から取られた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。簡易型自動券売機が設置されている。 駅舎は2007年に改築された鉄骨平屋建てのもので多目的トイレ等を併設している。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅だったが2016年4月より無人駅となった。無人化当初より当駅が最寄り駅である大分県立湯部高等学校の通学生への定期券販売等に対応するため、 湯布しが委託した、食卓院が配置されている。1965年度には、乗車人員が54万431人、降車人員が55万37人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は13万597人、降車人員は12万9257人である。一日平均乗車人員の数値は、各年度版。 大分県統計年間による年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。駅前風景。駅は、庄内町東町方の市街と大分川を見下ろす高台にある駅前に、種田山東からの区比がある。庄内町東町方地区周辺はかつて、大分郡阿南村阿座新鶴川と呼ばれており、明治時代に旧阿南村が誕生していた。 駅名の由来となった小野屋酒店は小野東五郎が起こした酒造店で大正期には猛名が知れ渡っていた。当時小野屋酒店を営んでいた小野昇は初代の阿南村村長にして久し大本線の前身である大湯鉄道の監査役であり百貨部株の大株主でもあった。そのため小野屋酒店周辺には尋常小学校や阿南村役場などの施設が集積していた。 すなわち、小野屋に行くことが、この地域に行くことと、同義とされ、その屋号から駅名が取られた。全国的に見ても、個人商店の屋号を駅名に関した例は、珍しいという。現在でも、小野屋支店を含め、小野屋旅館や小野酒造など、小野、小野屋を関する店がこの地域に散在する。ちなみに久し大本線の前身となった、大井鉄道を起こしたのは、 小野俊一。九州旅客鉄道久し大本先天神山駅、小野屋駅鬼ヶ瀬駅注釈出店。ありがとうございます。